アベリストイス・クリフ鉄道は、ウェールズ・ケレディジョン州、アベリストイスにある、工作鉄道である。1896年8月1日に、路線延長237メートルの東鉄道が開業した。スコットランドのケアンゴーム登山鉄道が開業した2001年から、同鉄道が運行を休止する2018年までの期間を除いて、 東鉄道がブリテン諸島における2番目に長い工作鉄道である。このケーブルカーはビクトリア朝時代にアベリストーイス開発会社がレジャー施設として開発したコンスティテューションヒルへの来場客の輸送用として建設された。テーマパークの先駆けとして開発されたコンスティテューションヒルは丘のふもとにアーケードとレストランがあり丘の頂上には カメラオブスクラカンとフラワーガーデンがあった。この丘の上下を結ぶ輸送手段権アトラクションとして開業した。コンスティテューションヒルは後に労働党議員になるジョージ・クロイドン、マークスによって設計及び工事監督された。彼は同時期にロイヤルペア向けの新しいパビリオンを設計している。クロイドン・マークスはコンスティテューションヒルの開発にあたって ケーブルカーの建設よりも前から存在しただこうする、登山道と鉄道が干渉しないように、登山道が、鉄道の上を、歩道橋で越えるようにするために中間部を深い、掘り割り構造とした。そのために掘り出された岩の量は1万2千トンにも、なった。建設当時は、水タンクに貯水しその重量で車両を上下させる、水重力式で運行されていた。百二十一年に電化され、 頂上駅側に巻き上げ機を設置して上下させる方式に改められた。機関は標準ゲージで、勾配は50%より急勾配で、778フィートで430フィート、登っている。東鉄道には、それぞれ30名が乗車できるタイになった車両があり、ロードゲラインとおよび、ロードマークスの名称が付いている。東鉄道は、マルコム・プライスの作品に出演している。 ありがとうございます。